プリビエート、佐々木香織です。いよいよ決勝トーナメントが始まりました。ロシアワールドカップデイリー試合まとめ16日目、現地時間6月30日土曜日に行われた決勝トーナメント1回戦の2試合の結果をお伝えします。フランス対アルゼンチンは4対3でフランスの勝利。試合が動いたのは13分でした。ムバッペのスピードに乗ったドリブルがペナルティーキックを誘発。これをグリーズマンが落ち着いて決め先制します。この後アルゼンチンはメッシを軸に攻め立て、後半の頭には一度は逆転したものの、対するフランスは11分間で圧巻の3ゴール。アルゼンチンは終了間際にアグエロが1点を返しますが、反撃及ばず、メッシの戦いはベスト16で終了です。マンオブザマッチは先制点につながるペナルティーキックを獲得し、自身も2ゴールのムバッペでした。この試合は本当に楽しかったですね。まあ、時間帯も23時キックオフということもあって、ツイッター上かなり盛り上がってました。なんといってもトレンドにはムバッペ、そしてエンバペ、どっちなんだみたいなね。それぐらい活躍しましたよ。ここでアルゼンチンを応援していた方は本当にね、メッシがベスト16で消えてしまうという残念な結果だったんですが、その分ニュースターといいますか、新たな時代を築く選手が登場したなという時代の転換期みたいなのを感じた方も多かったんではないでしょうか。フランスは本当に選手層が厚くて、今大会、まあ、システムのこともあるのかもしれないんですが、多くの国がサイドから攻撃を上げていって、クロスが入って、で中でポストプレーをしてみたいな攻撃のパターンが多く見られるんですが、今回のフランスは本当に中央から突破していく。それも、フランスの4点目ですね、ロリスからビルドアップをしていって、カンテ、グリーズマン、マテューリ、そしてジル、ムバッペに渡って決めるっていうね、もう本当に最終ラインの最後の一番後ろから中央突破、まあ、サイドにも振っていきながら、ジルーのアシストでムバッペが決めるっていう、本当にこうチームの連携、この能力はもちろんですが、チーム全体の連携も感じさせる本当に面白いリプレイ、何回も見たくなるような、そんなゴールシーンもたくさんありました。そしてムバッペがやっぱり目立ちますが、ハバールのゴールも素晴らしかった。ツイッター上で卓球のこうカットのボールの軌道にもちょっと似てるなんていうことも書いてあって、あ、なるほどなと思ったんですが、すごい軌道でしたよね。パバールもちょっとね、アーセナルの噂もあるような、ないような、あるようなっていうことらしいので、ちょっとね、だいぶこう今フランスにね、アーセナルの選手いないんで、よりこう気持ちが入って見られますよね。ジルーは完全にアーセナルの選手だと思って応援しています。やっぱり個人的にはアンリを長い間応援してきたので、フランスの勝利はとっても嬉しかったです。この先どこまで上がっていくのか楽しみに期待したいと思います。ウルグアイ対ポルトガルは2対1でウルグアイが勝ちました。7分、カバーニとスアレスの長いレンジのパス交換からカバーニが頭で押し込んでウルグアイが先制。後半一度はポルトガルが追いつきますが、62分、またもカバーニが決めてウルグアイが勝ち越します。終盤ポルトガルもチャンスを迎えますが、ロナウドをはじめとする攻撃陣は不発。ユーロ王者がベスト16で姿を消すことになりました。マンオブザマッチは2ゴールのカバーニでした。まずこれは本当に前半7分のカバーニとスアレスのサイドを大きくパスチェンジして、そこからもう2人でゴール決めちゃったみたいなね、あのゴールはかっこよかったですよね。やっぱりこの2トップが強さの秘訣持ってるよなっていうのを感じましたよね。そしてなんといってもやっぱりディフェンスが固い。ポルトガルのペペのゴールで初めて今大会失点を喫したということで、やっぱり守備の固さっていうのはね、先制すると際立つなと思いましたよね。そしてこのベスト16でメッシ、クリスチャーノ・ロナウド、この2大巨頭があえなく姿を消すというね、えちょっと衝撃ですよね。それだけ強豪国のひしめき合うベスト16でさらにギアって上がるんだなっていうことを実感しました。大会16日目を終えた段階のトーナメント表をご覧いただいています。勝ったフランスとウルグアイが準々決勝で当たります。ベスト4をかけた一戦は6日23時キックオフです。マンオブザデイではその日行われた試合の中から私が特に光ったと思う選手を一人選んで紹介します。
今日はこの人ですよ。フランス代表のムバッペ選手です。もう今日は最初のペナルティーキックのシーンから本当にすごかったですよね。もう中央バーッと結構な距離ドリブルしましたよね。そしてペナルティーエリアに侵入して、これは本当に VAR 散々グループステージで目立ちましたけど、この VAR の存在を忘れるぐらい完璧な試合運びというか、どっちなんだろうっていうシーンがほぼなかったと思います。このペナルティーキックも VAR 使うことなくペナルティーキックが決まりましたが、それも確実にグリーズマンが決めて、その後も本当にムバッペのこのスピードとキレ、そして19歳とは思えない判断力の速さとシュートスピードと技術もある末恐ろしいここからまだね、東京五輪世代でもありますから、数多くの国際大会を経験していきます。どんな風に成長していくのか本当に楽しみですよね。まあ、そしてムバッペ選手、我々海外サッカーを普段から見てる人はもうムバッペで慣れてきたと思うんですが、今回のロシアワールドカップで各局の放送では結構エムバペと使われている、呼ばれていることが多いですよね。まあ、本人の自己紹介してる動画とかを聞いてもやっぱりキリアン・ムバッペで、そこがリエジョンしちゃうんで正確には聞き取れないみたいなところがあるんですが、ツイッターのトレンドにもムバッペ、エムバペって両方上がってるし、どっちが本当なんだろう、どっちに統一したらいいんだろうっていうね、戸惑う方が多かったと思うんで、これを機会にどっちかはっきりしたいなっていう思いもありますよね。ちなみにムバッペ選手、ゴール後のセレブレーションのポーズがあるんですけど、こういうポーズしてるんですよね。ちょっとこう日本では脇汗ポーズなんて言われてるんですけど、これはムバッペ選手の実の弟さんが考えたポーズということで、これだけ名前が有名になっても脇汗ポーズ続けてくれると思うので、この先もたくさん脇汗ポーズが見られることを期待しましょう。そしてムバッペ、やっぱり今までこうアンリ2世とかって言われてきましたよね。私もこれまでアンリ2世と呼ばれた人って結構いたと思うんですが、彼は本当に膝から下のストライド、この足がこう漫画みたいに回転するようなスピード、本当にアンリに似てると思うんですよ。でもこのロシアワールドカップで活躍して、もうアンリ2世なんかいいんですよ、やめましょう。今日からニュースターですよ。スーパースタームバッペで統一されるね、日が来ましたよ。今日からアンリ2世じゃない、俺はムバッペだ。そうなると思います今後の活躍にも期待しましょう。まとめ、新時代のスーパースター、膝から下はアンリに似てる、ムバッペなのかエムバペなのかはっきりしたい。ムバッペ選手、あなたが私のマンオブザデイです。ここからは大会17日目に予定されているカードを紹介します。今夜も決勝トーナメント1回戦の2試合が行われます。23時からはスペイン対ロシア、27時からはクロアチア対デンマークというカードです。グループステージ1回戦でポルトガルとの熱戦を繰り広げたスペインが開催国ロシアと対戦、そして徐々に優勝候補人気が上がっているんじゃないでしょうか。クロアチアがデンマークと対戦します。個人的には大会前にデンマークに取材に行かせていただいてるんで、デンマークにちょっと肩入れしてる部分もあるんですが、クロアチアの強さもね、モドリッチ・ラキティッチのあの連携もまだまだ見たいっていう気持ちもあるので、どっちも応援したい、いい試合を楽しみにしてます。サッカーキングチャンネルでは今夜の2試合を含むロシアワールドカップ全64試合で視聴者のあなたと盛り上がる番組、みんなのコメスタを生配信しています。試合前は展望番組、試合中はチャットルーム、試合後は振り返りをぶっ通しでお届け。詳しい配信予定は YouTube のチャンネルページでご確認ください。チャットを通して一緒にワールドカップを楽しみましょう。ロシアワールドカップデイリー試合まとめ、今日もご視聴ありがとうございました。いよいよもう終わりが近づいていますね。ワールドカップ開催期間中、サッカーキングチャンネルでは試合情報や関連動画を続々アップしていきますので、ぜひチャンネル登録してください。明日のまとめは立花ゆりかさんが担当します。この間もワレポン見ちゃいましたそれではここまでのお相手は私、佐々木香織でした。バカー。